スマホ撮るときに心がけてることスマホ撮るときはんか一応そのどういうふうに撮りたいかっていうことをちゃんと考えて適当に撮らないっていうふうに私はもうその瞬時瞬時しか撮るときとかはなんかこうパシャパシャって適当に撮らないようにはしています何を知りたくてどうなりたいかっていうのをちょっと書いてみてもらっていいですかどううやったたらら写真上手くなると思うかと思かかこれ受けたら、うん もうちょっとこうなるんじゃないかっていう期待は何か,か欲しい結果みたいなものでいいんですけどえっと日常の感動したものうん、うん、いいなと思ったもの覚悟物食べ物、はい、人を、うん、自分が見た通りの美しさで撮れるようになりたい大体みんなそういう理由だよねわかりますわかりますえっと私も写真下手くそだったんですよ上手い人の写真を見て なんでこんなふうに自分は撮れないんだろうって思ってうん、うん、でこの写真すごいいいなっていうのを多分すごい見まくったと思います。うんうん、で自分にはこういうふうに見えるこ,この人にはもっとすごくキラキラして見える、うん、なんでこれが私は撮れないんだろうでこの人はなんで撮れるんだろうって思った時に、うん、あのみんなよくあると思うんですけどカメラがないからだ一眼じゃないからとかですか <laughs> 一眼じゃないからだ ですよでも撮れないの。うん、なんでって思った時に何したかって言ったら写真教室に行きました、うん、それで写真教室に行って教えてもらってそういうことかって思ったことを一応講座にまとめているのでえっとね私が写真がものすごく変わった理由っていうのは写真教室に行ったのとあとは撮りたい写真がもう明確だったっていうことだと思います多分。 もうこういう写真が撮りたいんですって持って行って聞いた。だから、いい写真が撮りたいんですけど、どうしたらいいですかって言われたら、教える方も、いい写真って何って思うので、ね。あ,あ、確かに。そうですね。うん、ね <laughs> そ,うそう。だから、その人から見えてるあの、これが素晴らしいように見えてるとか、こういうふうに見えてるとかって、全く他人はわからないわけですよ。病院と一緒で。 私はこういう風になりたいっていうのを写真も一緒で、私はこういう風に撮りたいっていうのを何枚か持っていけばいいと思います。習いに行くときは。こういう動画撮りたい、こういう写真撮りたいっていうのをこう集めておいてもらったらいいかなと思います。写真を撮るにあたって一番びっくりしたのは、目とカメラってほぼ一緒の仕組みなんだっていうことなんです。基本、えっと、カメラの仕組みも目の仕組みも一番大事なのは光がそこに存在するっていうこと。目にもカメラにもレンズっていうのがありますよね。 はい、そこから光を取り込んで目だったら網膜カメラだったら、うん、あの映像素子っていうのにこう光の濃淡で映してるっていう感じ虫眼鏡で考えてもらったらいいと思うんですけどレンズ通したらジリジリ,リってその影の濃い薄いとか色の具合とか。